イラ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 、もうわかんない、やめた、もうやめた。1分で教えて。ジジイに聞け。まあ、そういうふうに見えるかもしれませんけれども、実際のところその甲状腺がんが増える増えないみたいなことがこう専門家の間で議論されることっていうのはもうほとんどなくなりました。その国連のレポートでもありますけれども、やっぱり甲状腺がんっていわゆるがんとはちょっと違うようながんで、普通見つからなくても命に別状はなかったようなものが多くて、それをたくさん見つけてしまっているんだろうというふうなことがいろいろな専門家から報告書も含めて言われています。なのでまあインターネットとかを見ればそういうふうな情報もあるかもしれませんけれども、実際はもうそれが議論されているということはあまりないです。ただもっと今必要なのは、後の質問でもお答えしますけれども、他のそのやっぱり生活習慣だとか社会環境が変わることによって、他の病気、それはがんも含めてですね、そういうものが増えたりしないか、これはしっかり見守っていく必要はあると思います。